ポーツとマスチャンネル。今日はですね、名古屋に平和公園に来ております。サブラさんです。コントキャッチのサブラです。これ虹の塔。はい、赤です。誰かいますか。ちょっとね、今日ね、雨が降ってて、あそこに立ってる。視聴者の皆さんの検証スタートです。楽になれますよ。記念写真が撮れたので見ていただけたらなと思います。めっちゃ喋り声聞こえた。では池の方に来ましたんでちょっと降りてみましょうか。はい、はい、レッツゴー。もうめちゃめちゃ広い公園なんで、もう全員疲れ果てております。おしゃべりだったくせに無口になっていく。体力ゲージもない。みんな疲れ果ててるっていうね。しかも雨降ってるしね。怖くはないけど、その体力持ってかれるっていうの、定期をなんか取られますよね。そう、うん、エネルギーを取られるじゃなくて、なんか体力持ってかれちゃって、なんかただ歩いてるだけやのにフルマラソンしてるような感じ。で、私がちょっと心霊スポットの中のおトイレをお借りした時にあーちゃんについてきてもらったんですけど、あーちゃんが具合悪くなっちゃってちょっと払いさせてもらいました。もう大丈夫。すごい池や、なんか水玉じゃないですか。あ、はい、池の水玉。カメラでは分かれへん。靴沈むぐらいですよ。足ぐっちょぐちょになるぐらいの水玉です。で、右手がね、池になってるんで、あーちゃんがブロッキー。あーちゃん、車戻る。危なかった。あーちゃんの体調が悪くなったんで一旦切ります。はい、急遽ですね、あーちゃんが体調おかしくなったので一人でね、検証したいと思います。で、今おそらくさくらさんにあーちゃんがお祓いしてもらってると思うんです。お祓いを。あ、大丈夫。
ゴッドチューブ使ってですね検証してみたいと思います。見えるかどうかなんだけど、ここのお城がですね、池になってまして、まあ、ここでも例の目撃情報があるんですけども、このねちょうどカメラの後ろ側、道路挟んで向こう側も、たくさんお墓がある場所になりますんで、まあ、その兼ね合いもあるんかもわかんないですけどね、もしかすると。で一応爆弾つけてますね。今日はね塔のところで赤くなったので、ここは緑ですね。大丈夫そうです。まあ悪い人はいない。そもそもね、まあお墓がたくさんあるとこなんで、まあその悪い人というか、ちゃんと供養されてる人ばっかりだと思うんですけどね。ゴーストチューブもあまり反応してくれていません。さっきの塔のところの方がね、結構反応してたと思うんですけど。ありがとう。ありがとうって言ってくれましたね。お話できませんか。今ありがとうと言っていただいた方、私お話しませんか。結構ね本降りになってきてるんで、ちょっとね地域自体も危ないんでね、ちょっと近づいて傘をかけてあげないと。まあね、後ろなんか、だから水で、人生に疲れた。あ、この池でね自殺する方が多いらしいんで、もしかしたらその方かもわからないですね。人生に疲れはったんですか。それはなんか苦しいことがあったんですかね。まあ多分ね大変なことがあって決断されたと思うんですけど、なんか誰かに伝えたいこととかないですか。これを使ってもいいですし、直接ねできれば私に聞こえるような形でやっていただけませんかね。話していただけませんか。今誰かが歩いてきてるから。誰か歩いてた。思いきや足音が聞こえてたんですけどね。お話できませんか。あいにくの雨なんでね、幽霊もやっぱりね、あれですかね、雨の日はあれ苦手なんですかね。結構本降りで降ってますんで、誰の足音、誰か通った。誰もいてないですけどね。あまりお話ししてくれなくなりました。やっぱりね、池の方ってね、結構自殺する方が多いので。する方が多いので、まあ、そういった方が何らかの理由でおられるとは思うんですけど、ちょっとなかなかお話ししてくれないですね。だから話できませんか。良ければお話し。
話できませんか。良ければお話聞かせてもらえませんか。お名前とかも何か喋ってるような後ろから。少しね、ちょっと池に近づいてみましょうか。すぐ後ろが柵なんですけどね、逃げても無駄です。逃げないのでお話聞かせてもらえませんか。逃げても無駄ですって言われてますけど、私は逃げませんのでお話聞かせてもらえませんか。男性の方ですかね、女性の方ですかね。反対でね、話してくれる人はいてるんですけど、もしかしたらあれですかね、僕じゃなくて逃げても無駄って言われて追い込まれた方ですかね。もしかしたらあれですかね、僕じゃなくて逃げても無駄って言われて追い込まれた方ですかね。お名前聞かせてもらえませんか。これね、今ね中腰ずっとやってるんでだいぶ体勢きついですけど、これね、一応このサップの向こう側がなんか階段みたいになってるんですよ。水面に置いていくような。で、おそらくこのサップはもともとなかったのかもなんですね。池に直接入れてたのかもしれないです。あくまでも推測ですけどね。池に直接入れてたのかもしれないです。あくまでも推測ですけどね。お話がしてもらえなくなったので、編集終了しちゃいます。一応ね、最後にこれだけやってみますか。ハゲダンだけやってみます。逃げても無駄ですって言ったらやっぱり違うかったかもわからないですね。いい人だと思います、はい、それでは私の検証終わりたいと思います。お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。一応さっき言っとかんとあかんので、本降りになってきたのと、あーちゃんのね、具合が悪くなったので、うん、車の中でエンディングを取らせていただいております。平和公園は平和でしたか？平和じゃないですね。最後ね、あーちゃんおかしくなるっていうね。はい、ちゃんとお祓いしましたので。はい、ありがとうございます。さくらさんがいてよかった。で、今回初めてね、さくらさん一緒に行きましたけど、はい、どうでしたか？いやもう遠隔と違って体感する、うん、怖くはないけれど体力持ってかれる感じとか、うん、なんていうの、誰かいるとか、うん、そばにすごく悪さはしないけれども見られてる、気になるところがもういっぱいありすぎて、もう写真を
撮ったらもうすぐ撮れるみたいな感じで、うん、何枚か本当にしっかり写ってるのがあるので、まあ、皆さんに見ていただいて、うん、池の本当にちょっと入ったところも完全に怒ってる人がいたんで、ちょっとそれ以上はいけませんでしたけど、最後あーちゃんがおかしくなってたけど、どんな感じになった？いやもう初めから池の方行く言うとったから、まあ本当は行きたくなかったんやけど、頭がふわんふわんふわんってして吐きそうになって、で、あ、持っていかれるなっていう感じはもうすぐ来て、とにかく重たい、体が重たくて、すぐ気づいてくれたな、うん、ほんでここ車のところでお祓いしてもらってたら、すごくそのさくらさんの手が心地よく感じて、すごく気持ちよかった。しっかり払っていただいて、はい、いやもうほんと怖かった。ここの公園正直ほんと私合わないと思う、うん、あ、言うの忘れてた、あの池行って気分悪いってなる前に、無性にブワー走りたくなった。怖っ。そう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 、言う忘れてた。とにかくなんか走りたい、無性にダーッと走りたくなって、それ怖っと思って、うん、それだけです。いいよ、今から見た方がよほど怖いんですけど走らんでよかった、うん、大量の墓地があって、うん、無数のお墓があって、うん、でしかもその近くにある池、うんうん、でそういう視察だったりとか、うん、そういうことがあるっていう事故とかもあったりとか、うん、分からないでもないというか、うん、寂しい人に連れて行かれるとか、うん、まあここも多分あの前のとこと一緒で、精神が弱ってる時に来ると引っ張られるんかなっていう、うんうんうん、でもあーちゃん眠たかったんだなと。眠たくてなんか引っ張られそうになってるみたいな、池の方によると。ケイ君がね、うん、眠たいってずっと言ってましたもんね、持ってかれるよって。気ぃつけたな。僕の新スポイントは大体眠いんですけど、いつもそうやな。でもちょっとあの頭痛いってポロって言いやったけどね、うんうん、珍しく、うん、でもなんか僕あんま聞こえたりしないですけど、結構足音聞こえてました、うんうん、僕はでもいろいろその足音はよく聞こえる、うん、そう私も聞いた、うん、でも 見渡しても誰もいないから。そう、車はたまに走ってますけど、うん、歩いてる人はいないですよね。多分危険ではないけど、うん、そういうなんか霊障的なこととかが、うん、なんかとりあえずいっぱいおるみたいな。そうそうそう普通に多分いろんな霊が生活してるんかなという場所だったと思います。もう皆さん心残りはないですか？もうお腹いっぱいですね、もうここ。じゃあさくらさん待望の、はい、いつものね、どうぞ。もうお腹いっぱいですね、もうここ。じゃあさくらさん待望の、はい、いつものね、どうぞ。いいですか、よろしいですか？はい、よろしいです。はい、それではいつものポーズいっときましょう。はい、せーの、ゴーストチャンネル。ありがとうございました。ありがとうございました。今回もご視聴ありがとうございました。皆さん検証していただけましたでしょうか？今回の動画は楽しんでいただけましたでしょうか？これからもどんどん怖いところに行きますんで、チャンネル登録、グッドボタン、コメントもいただけますとありがたいです。それでは次回の動画でお会いいたしましょう。